道行き旅路の花婿とは、歌舞伎及び、日本舞踊の演目の一つ。通称、落ちうど。天保4年3月、江戸川原崎座で、金本、中心蔵が上演されたが、この時の番付には、11段の裏表新狂言22幕、とあり、これは、金本、中心蔵全11段を、表すなわち本来の幕とし、その段ごとに、 裏として、新しい幕を付け加えるという、裏表の趣向で演じられたもので、道行き旅びの花婿はこの時三段目の、裏として出された清本節による、諸作詞であった。参照や二十三地の作で作曲は、清本栄二郎。内容は、腰元を狩ると合引きしていて、お家の大事に居合わせることができなかった、早野寛平が、るの実家のある、 山城国山崎へとおかると共に落ち伸びてゆく。そこへ詐欺坂ともないが手下を連れやってきて両人に絡むというもので、歌舞伎諸作時の代表的な演目として知られる。旅路の花婿、初代、中村福助の早野寛平、四代目、小野駅久五郎の腰元おかる。三段目諸作事、万、ま、円元年四月、江戸中村座。三代目、歌川豊国が、 落ちうどの通称は、落ちうども、ミルカやノベに、若草の、すすきお花はなけれども、という清本の語り出しで始まることによるが、これは、ギダユージョウルリ、形成恋美客の、信仰村にある文句を少し変えて転用したものである。その他の詩章についても、金本中心蔵三段目の、裏門から多くを拝借しており、裏門を書き換えた、書作字となっている。 古くは初演の通りに三段目の次に出されたが、現在、金本、中心グラ投資で上演される際には、四段目の後に上演されている。本来は、花道からオカルカンペイが登場したが、現在では、本舞台で、朝ぎ幕を切って落とすと一面の名の花の春景色、遠くに、富士が見えるのを背景に、オカルとカンペイが、舞台中央に立っていることが多い。 オカルは、ヤガスリ模様の着付けに、縦屋の時代の御天女中のこしらえ、カは、黒の門付けの着流しに、あずまからげで折りたたんだ神島を背負う。場所は、戸塚の山中という設定である。六代目、尾上え行によれば、オカルの着付けはこの場ではヤガスリにするのが本来で、御天模様などにするのは、髪型の方によるものだろうという。 おちうども、のじょうりでよろしく振り合って、官兵は、しばしここで、旅の疲れを休めようとおかるに言う。この時初演では、ちょうちんぐへたらという旅やつが出たが、現在は出ない。やがて二人は、将来のことを語り合う。官兵が武士としての不心へ、主君、縁や方願へ申し訳なさのあまり、ここで切腹すべく刀を抜こうとすると、 おかるは刀を取り上げ、それその時のうろたいものには、誰がしたと自分にも責めはある。短期を起こさずともかくも、自分の在所にまで一緒に落ち延びてくれ。あなたを亭主として十分暮らしの立つようにしてみせると、書きくどく。このくどきが見どころ、聞きどころの一つである。このまま腹を切れば私も生きてはおられぬ。それでは、人は官平は、 次の真珠をしたというだろうという、おかるの言葉に、生きていれば、お詫びの叶う日もきっと来ようと、勘平も気を取り直し、道を急ぐことにする。道行き旅路の花婿二代目、小野松小六の詐欺坂伴えうち。昭和十二年一月、東京歌舞伎座。折からそこへ、のロナ直の家来で、かねてよりおかるに横れんぼする、詐欺坂ともなえが、呪盤一つに、 たすきがけ、はちまきの格好で手勢を引き連れ登場し、官兵たちを見て、やあ官兵、うぬが、主人の縁や方眼、こうただしと、おらが、旦那のもろなおこうが、何か知らぬが電柱に置いて、と、清本の三味線に合わせた、のりちというセリフ、そしてオカルを連れて行こうとする。すると官兵は、良いところに詐欺坂ともなえ打ち、 おのれで食いたらねど、官兵が、腕の細ねぎ、料理塩梅ばい狂てみろ、えっと、ともないたちを散々にやっつける。舞踊で戦いを表現する、所作立てと呼ばれる、華やかな場面である。花四天たちの持つ獲物は、桜の枝で表される。最後に詐欺坂ともないが、官兵覚悟、と刀で切りかかるが、当然かなわず、すごすごと、舞台後ろに引っ込む。 サイの独特の刀の持ち方は、詐欺坂ともないの何ちなんだ鳥の詐欺の姿を表している。官兵は伴えないたちを追い払った後、戸グロを離れなくカラス、かわいいかわいいの夫婦連れ、先は、急げど、心は後へ、おうちのアンピーカンゾと、暗示ゆくこそ通り慣れの浄瑠璃でオカルを連れ、勢いようと花道にかかる。そこへ再び伴いうちが現れて、 カンペへ待てと声をかける。カンペ何ぞうか、ともない、そのようは、ない、カンペバカめとここで幕引きを告げる席の音、ともないうちは尻餅をつく。ともないが両人をなおも追うべく花道に行こうとすると、花道付け材で引かれてくる幕により、狭まる、舞台空間に押されて、上手に引っ込むというメタフィクション的な演出があり、この演目に限り幕が、 舞台ベタから上手に向かって惹かれ、いつの間にか伴いうちは、客席側へ出て、自分で幕引きをするという、珍しい演出で、客席から伴え、内役の役者名の野号の声があった場合などは、幕を引きながら、客席に向かって手を振るという道化もある。その後幕外で、勘平がオカルを連れて、よろしく向かう上げ幕へと入る。伴いは、 同外型方の役柄で腕達者な俳優が受け持つが、幹部級もご馳走で演じることも多く、客席を喜ばせる。ありがとうございます。